始まりました。始まりました。始まっていきましたよ、ラッシュハーンといったところで。よろしくお願いします。まずはタイトルコールがやっていきましょう。はい。第3回ドラフトオールスターリーグお願いします。実況配信担当します、ラッシュです。よろしくお願いします。お願いします。いや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 、顔出し初めてですか。本当よ。本当よ。初顔出しよ。初顔出しをこのドラフトオールスターリーグでと。もうね、ケンさん頼まれたからね、もう仕方ないですよね。いやいや、ありがたいです。ここで出しなかったらね、もういつ出しは。ちょっと待ってよ。ちょっと待って待って待って、うん、ちゃんとやっぱりフルセット、ちょっとリーダーみたいですね、はい、楽しんでいきましょう。準備ができ次第始まっていきます。いや、ここ見る選手がいきなり ここもね、取ったらね、ラットリーダー取ったら、うん、本当に大化けする可能性があるんで、ちょっとね、みんな目が離せなくなるんじゃないですか、うん、ラットリーダーとしてもこれはもう抜けるだけ抜くという、うんうん、そういう構えで来てます。いや、これね、ただでさえ今乗ってるところに、うん、チームラットのメンバー、はい、ね、以前やっぱ KK 選手一人に抜かれましたから、うん、今思うとやっぱとんでもないことだったなこのメンバーでね、改めて思いますね、うん、始まりました。下側ラット選手、上側にミール選手このね、ドラフトオールスターリーグで一番化けていると言っても過言ではないミール選手、はい、初戦から登板です。まずはディガー、バスケット女子の防衛、こうなるとマイティーリガーなどもラット選手の方には入ってそう。ミル選手は文句登場、ディガーの文句を見ると、でもおお、お互い文句入ってますね。バルーン対決なんかもね、見えますね、はい、同じデッキ対決ですかね、これありそうですね。ただ文句残っているんで、ここの防衛が邪魔、バスケット自身などね、咲きづらい。矢の目、スペールでの防衛、エリクスアドバンテージはラット選手が握ります。いや、マスケット重視、これ同じデッキ対決ですね。そうですね、はい、もうバルーンがあるでしょう。来ました、バルーン。マスケット重視を切ったタイミングでの、でもインフェルノタワーがありました。選手は防衛室がインフェルノタワー、防衛室でもしかしたら、ね、差が出るかもしれません、うん、ダメージ入りません。抑えたラット選手、モンクバルン対決だと、はい、まあ、やっぱりモンク同士は合わせないと、うん、相手のモンク、どちらかのモンクが残ってしまうと、はい、マスケット重視で防衛ができないの で、 そうですね、これを突破した後、マスケット重視をディガープラス柳目とかで飛ばせるかどうかですね、はい、先に攻めるのはミール選手、バルーン展開、タワンターゲットはここはバルーンに向いています。柳目で立てる選手を突破、スナックはマスケット重視もあるのでダメージを抑えることに成功しました。ラット選手のカルマリフレクション、このボムタワーとインフェルタワーがどう左右するかですが、うん、文句プラスバルーンの展開であればね、ボムタワーは跳ね返すことができるの で、 そうですね。ただミーグ選手、高めのインフェルタワーで、はい、一気に文句同士の、あ、なるほど、はい、攻防を制する可能性があります。そしたバルーン右サイド、ここをついてインフェルタワーで誘導です。なのでラット選手からしても、こう低めにインフェルタワーを使わせたい。はい、来ました、ボンク、アルマリフルを使ってボムタワーの攻撃を跳ね返します。ボムタワーの後ろに控えたマスケット自身で雪玉、タワーにもマスクにも注意をかけた。いや、バルーン守れましたが、マスケット自身のダメージが痛い。リカが大きくダメージを通して、リードはミール選手、ラット選手のカウンターですが、出ることはあるのか、リクスは十分だ。来ました、コンクラスのバルーン、ディガーも追加、うわ、インフィルタバケを奪って、矢の目、インフィを削る、バルーンの攻撃で、インフィを突破できるか、マスケットを通しても、万が一の雪でもある、いやー、抑えきりましたね、肝が座ってますね、ねえ、これによりカウンターのリクスが十分にあります。これかなり大きな攻めになります、コンクタウンをターゲット奪えている、カルマリクションでボムタウンの攻撃を跳ね返し、ディガーを使ってマスケを狙いに行きます。ディガー、お、行きたも、あ、バルーンかわした、ダメージ入った、593バッカーダメージ、マスケの削りで落とし切ったミール、ミール選手リーダーをも超えていきます。倒して決めた、ここからどこまで勝ちをね、積み重ねられるか。そうですね、続いてがヨダッチョ選手といったところで、ラット選手を超えてますから、ヨダッチョ選手もちょっとね、ちょっと怖いですね。怖いですね。今波に乗ってますよ、ミール選手。いや、すごいですね。しかも同じデッキ対決、うん、まあ、もちろん防衛説の差はあって、はい、おそらくインフェルノタワーの方がかなりそのバルーンに対しても防衛しやすくてっていうのがあったんですが、うん、にしても攻め方が
綺麗でしたね。綺麗でしたね。マスキングダッシュしっかりとディガーを当てて雪玉追加で。これミーグ選手どこまでか。ちょっとね。本当にありますね。連勝にちょっと期待かかっちゃいますね。出たら必ず勝ってくれる。今そんな選手にねミーグ選手がなっていくので、次のヨダッチョ選手の試合も気になるところ。ヨダッチョ選手もね、はい、今だけまだ1勝できてないので、そうですね、ここの KO1 でなんとか一緒にもぎ取りたいところ。ここでね乗ってるミール選手を倒せばね。いやそうですね、一気に逆に4人抜きなんてのありますから、ただデッキどうするんだろうな。ヨダッチョ選手はスパーキーがめちゃめちゃうまいプレイヤーで、はい、ミール選手はまあ枯渇デッキとかもそうなんですが、はいですね、高回転デッキがかなり幅広く上手なプレイなので、ある程度スパーキーに対しては有利なデッキを持ってきそう。あ、下側ヨダッチョ選手ディガの追加、ディガのウォールブレイカーデッキをヨダッチョ選手は選んでいます。ミーグ選手これ枯渇、しかもナイトインフェという枯渇ファンが喜ぶ西への昔からの、あ、でもテスラ、でもテスラ型もね、はい、昔から使われてますからね。ナイト型というところに、うん、ね、本当そこですよね、はい、こだわりを感じます、うん、さてマイティディガーの防衛来ました。ゴブリンバレル、私はローリングッドがあります。ヨダッチョ選手もかなり高回転めなデッキ、うん、そうですね。ここはアイスキフリーズ、ウォルブリカ止めてナイトの攻撃。さあウォルブリカは一発入りました。ヨダッチョ選手は最近流行り の、 この中型呪文なしない、はい、ウォールブリカデッキがあるんですが、まあ、そこのロケット報酬をアーチャーに変えていくか、もしくはシンプルにあと中型呪文と防衛施設、はい、うん、おたテスラ、まあ、お互いにエリクサー10を待ちます。こうなると枯渇デッキ側が、まあ、かなりちょっと苦しいマッチアップにはなってくるので、端前プリンセス、あとまあロケット削りなんかがメインのダメージ創生の一つです。これですね。おお、すごい、ブッドディギャングとプリンセスダメージを伸ばしました。ただダメージ追いついたミール選手、ギャングを使ってマイティ、そしてアーチャーのターゲットもここは落とせます。今みたいに、まあ、端前プリンセスを本当に出していく、はい、ってのが枯渇側の基本の立場になります。高めテスラ、残ったテスラのとことかにも置くと、うん、出してきたユニットをテスラで回収できるので、なるほどね、うん、このようにローリングと咲かされると。ドアミール選手が使って、あ、ここで手前、うわー、さっきのキノコブリン、どうだ、バレルダメージ、でもウォールベイカーって拾っている。290ダメージを伸ばす。いやー女選手ですが大きなダメージにはつながりません。アイススピード勝手にゴブリンバレルダメージ入っている。ディガー、ディガープラスのウォールブレイカー、うわ、この防御しながらもしっかりとこのプリンセスのダメージを一発通しました。いやこれローリングッドガンガン使わせていくことに成功してますね、うん、どんどんと差を突き放していくミール選手、またウッドダメージが入ります。これ次のプリンセスに対してローリングッド合わせるっていう流れが今できてたので、はい、ヨダッチ選手としてもなんとかユニットでね一回抑えていく必要があります。これがディガープラスのポイズン、ここのヨダッチ選手は左サイドを狙っていくのか。そうですね、やっぱり防衛で使ったユニット残していきたいですし、はい、うわ、ケトちゃんアーチャーを巻き込んでタワーを削る。まあ、シマエプリンセスに対して、はい、まあ、ユニット出したりローリングッドで攻めていくので、まあ、同サイド削りながらウォールブレイカー逆サイドでプレッシャーをかけていくと。ウォールブレイカーはしっかり止まっています。残り続けるプリンセスにローリングッドを切りました。こうなるとやっぱロケット削りのカウントダウンもあるので、いやいいですね。でもボムタ覚え、はい、ここは手前来るのを読んでましたね。のでもなんか少しずつ近づけては来ているぞ、ディガープラスのポイズン。3倍タイムになるので、まあ、ヨダッチョ選手としてはマイティディガーを出している間にディガポイズンをもう連打するじゃないですか、はい、超高回転のディガポイで、はい、ミーグ選手はチャンピオンが入っていないので、うまくゴブリンバルグも絡めながら削り通さなければいけない。さあバレルダメージ、ここからローリングと上側ではディガーのポイズン。いやこのテスラがね、
リガーに対しても非常に優秀なので、ヨガッチ選手のアタックポイズン使ってプリンの処理、リガーダメージは入っている。37ゴールメーカーはここはヤリゴブリンを抑えました。右サイドプリンセス残っていますが時間もないので見せながら左サイド、ここミール選手のロケット、ネクストロケット圏内、残り時間は15秒、時間がないヨダッチョ。ラストアタックになるか、リガンついていくか、ロケット間に合ってフィニッシュ。ミール選手完全に波に乗り始めましたね。これもう2勝目、まだ2連勝ですね。はい、これは素晴らしいプレーでしたね。もう枯渇使いのお手本といえる、はい、橋前プリンセスでダメージを稼ぐことと、うん、その橋前プリンセスで流れを掴んでバレルもしっかり入れていくと、うん、そうですね、うん、主催の ロケット削ぎもねしっかりとやっぱ早めから始めていたことによって、そうです、ね、ちゃんと逃げ切ることに成功しました。ただこれ残ってる2人もエグいですね。残ってる2人が世界一経験者、うん、特にパンドレ選手は、まあ、日本でも屈指、そして世界でもゴルチケをね、はい、今手にしている4人のうちの1人です。ここにね日本の新生ミール選手がどう戦っていくか、ここに行ったら凄まじい、これね伝説が作られるかもしれない、来ますね。本当に今大会のダークホースだったんで、うん、一番僕が知らなかったんですよ。そうですね、最初だって、はい、ミヤさんって言ったんでしょうね。あ、そうです、本当に呼び方もうしつけながらただもう昨日の覚えて、うん、ミールさんだいや、めちゃめちゃファンになった人もね多分多いと思います、はい、そうですね、うん、いやーね、プレーがやっぱり見てて美しいですし、うん、なんか使えるデッキは綺麗ですね、うん、その高回転なもの全てが本当に丁寧なプレーで、しっかりとねこのキングオブセイズの得意の枯渇も出しつつの、うん、今そうですね、初めて出していきましたね、うん、あ3立て決めれるか、ヒールスに対してはツーリスト選手、ゴブリン待っていきますね。そうですね、アースクエイクを見てさすがに動くか、いや、おお、これも5コスト切りましたよ、7コスト目。おっとあれあれ、回線大丈夫ですか、これ電話した方がいいんじゃないか、これ回線落ち、ああ、いましたいました、生存確認。ここまで待つスケキンデッキとなると、ね、ちょっと、はい、キョスケとかも入ってる、はいはいはい、キョスケスキンスケルトンラッシュとかマザーネイクの登場、これを見るとロイジャイっぽい感じもしますね、見えてきます。ノリトンを使ってパーチャクに引っ張りましたが、シャドウクロック、マザーネクロまではこれ対処は難しいか、どうだ、いや間に合うか、触れていました、呪いで豚に変わりますが、ウッド、おースケルトンキングのロイヤルジャイアントデッキでした。これはツーリス選手は、アチャクイの、まあ、ロイホグクエイク、はい、これはですね、まあ、今回ファイヤースピリットなので、はい、アチャクイ側が、うん、ちょっとロイジャイの防衛は難しいんですけど、うん、それでもやはりデリバリーとローリングとか公開っていうのもあるので、たやすく防衛することができます。ファイスピだったらね、もっとロイジャイをフリーズかけたりとかして、あ、そうですね、ただファイスピはこういう端面の気づきが優秀なので、うん、そうですね、届きやすいですしダメージも大きい、アチャクイシャドウクロック残りますか、ただ追加でタワーダメージは阻止しました。今回ただミーグ選手がローリングウッドなので、はい、まあ、ゴブリンに対しても使えますし、まあ、大砲に対しても削ぎとして使えるので、来ました、メジャーに合わせたロイヤルホですがファイヤーボールがあります。ファイボのみでの我慢、ロイヤルダメージ2発3発2100、まずはリードをつかんだツーリスト。まあ、今回のロイジャイは、まあ、アーチャークイーンが突破できないので、まあ、割と流していく感じになるかなと思います。アーチャークイーンシャドウブロックでロイジャイを大きく削ってロイヤルデリバリーの追加、アーチャークイーンを延命しつつサイドのカウンターアタック、ここで残り時間は30秒、いいですね、ここスケルトンキングが残っている時にロイヤルジャイアントを展開して回転で、うん、とにかく回していきたい、次の、ね、2周目ロール出しやすくなるという、ここでソウルコールです。だって吉田が得たロイヤルジャイアント、アースクエイクによって少し遅れは取りますが、いやー来ましたね、ダブルロイ、タイプもちょっと置きづらい、あでもいいタイミング、マザーネクロデコブリンをマザーに変えて、これターゲットロイジャーなので豚が入りますよ、入ってますね、ファイアスピードの上でなんとか一旦に減らしはしましたが2014
そしてダメージアドバンテージ、エリクスアドバンテージも取っています。見つきました、うん、かなり落ちましたね。スケトキン、これ守れるか。ロイヤルホグファイアボールで削って、スケキンの範囲ダメージで完封ができました。これも少し回収したスケルトンキング、後ろから落ち着いてますね。いやー、こうなるとツーギス選手もね、はい、まあ、先ほど下げた攻め、まあ、マザーネクロマンサーを特に警戒していかないといけないので、はい、できるだけデリバリーとウッドはデフに残しておきたい。ここでロイヤルホグアタック、墓石をここはロイヤルホグに当てる。ローリングとこうなると右側、まあ、クエイクもしくはデリバリーで応用処理しないといけない。空からデリバリー、大砲の合わせですが、この大砲を突破してマザネクマス残ってますね。右サイドに少しダメージが怖いか。豚がタワーのターゲットを奪います。右サイド、左側ではロイジャイタワーにターゲット、削りを通す展開。右でマザネクロ、さあロイジャイがまた出る状態ですが、後ろから、うん、防衛に集中しますね。勝ちに行く立ち回りを見せています。いやー、こうすると、これどこだ。ロイホグはこのマザーネクロマンサーとザッピーが残っていくので、右も対処しなければいけないですし、左側も守らなければいけません。まあ、これツーリスト選手防衛に時間を使わされてはいますが、ここでロイヤルホグ攻める。ファイアボールは切った後、宝石を使って、スケートンキングの範囲ダメージが強いか。どうだ、トリトも合わせてのどこまで入るか。ダメージ強く、もう一度クエイクと削りがあるので、ここにファイアボール使ってしまうぞ。どうだ、クエイクの削りで、どうだ、ウッドを合わせてクエイクが間に合うか。29、戦役中、うわこれタイブレイク、接戦制したチームジャック・ミール選手、これで3立て目です。いや、嘘、これあれ来る、決めちゃう。先方で3枚抜きは今大会初ですね。ラストチームラットパンドラ選手のみ、おー、パンドラ選手まで行くと4立て、先方4立ては初ですね。わお、しかもスター発掘大会出身、今大会のダークホースミーグ選手、招待枠ではない。2勝して2勝1敗で今3勝してるんで7勝2敗とかですかね、 KO 値成績現在化け物スペックですね。いや本当ね、もう次の大会から ダークホースって言えないですよ。このミーグ選手が、はい、ドラフトで最後に残ってたんですよ、うん、あれちょっとリーダーに問題があるんじゃないか。選ぶ側ちょっと問題だったよこれまあでもプレイがやっぱ分かんなかったので、次回もしミーグ選手がねまたドラフト出る場合だと、うん、かなりモテモテ、そうですね、はい、なる可能性もありますね。ただパンドラ選手、そう、はい、ここでね、ただパンドラ選手何度もこういうところでね、うん、逆に4人抜きなんてありますから、うん、どうなっていくか。いや、ガチのスターを発掘しました、ね、いや本当ね、ちょうど意味もその名の通りの、はい、しかもそのちょっとプチ自慢になっちゃうんですけど、はい、そのスター発掘大会を僕がやってた時に、うん、ミーグ選手という方が突破したんですけど、はい、ヨダッチョ選手と一緒に突破したんですよ、はいはい、で僕その時のツイッターで、うん、スターミーグ選手でスターを発掘できて嬉しいですって言ったりとか、はい、あとその肩書きも考えた時に今大会のダークホースみたいな、はい、先に考えて、はい、いざ蓋を開けたら本当にそうなんで、あやっぱりこう予選の時からそういう片鱗が出てたんだなっていう、うん、ケンツさんの先見の明と、はい、僕もだからちょっと嬉しいですね、ここまで活躍してくると、うん、始まりましたパンドラ VS ミール。ミール選手はここを決めるは4立てです。波には乗っているこのパンドラ選手、この波を出るか。お互いにゴブリンが見えました。リクサ10、ミール選手は待ち、で選手としてはアチャクエガイホグもかなり得意なデッキの一つになっているので、はい、それをおそらく来ましたね、はい、パンドラ選手に全てをぶつけるという判断。高めのアチャクイーンスペルを警戒しています。文句カルマリフレクションを使うことで安全、ああマジックアチャー貫通、波動クロックで姿を消してロイホグでターゲットを奪います。いや、ここ今アチャークイーンまでちょっと延命しようとしましたね、ロイヤルホグで。パンドラ選手はおそらくラムライダー入りの文句神器と言われるデッキを採用した可能性があります、はい、うん、ロイホグに対してね、ファイヤーボール、ゴブリン、ゴブリンに対してはウッドがある。ヘルのドラゴン登場。こうなると、まあ、ミーグ選手としては、はい、ガンガンやっぱ呪文で削っていき、あ、ナンバージャック
デリバリーを追加してインフドラゴンのターゲットを盾を使って受けていきます。ランバージュクのレイジによってデリバリーは対象。やっぱりその2倍タイム前が一番怖い時間帯なので、はい、うん、神原選手の猛攻をまずは守ることに専念していきます。ダメージリードはミール選手が掴んでいます。パンドラ選手は後ろからの文句、形を組んでのアタックをこれ狙っていくんでしょうか。そうですね、まあ文句がいるとアーチャクイーン出せない状況になるので、はい、これは突破した後のインフェルノドラゴンランバージャックが強力です。文句、うん、タモンターゲットのレイジーラムライダー加速する。タモンターゲットは文句のままラムはゴブリンから逃げて突進を通します。今のパンドラ選手素晴らしくて、レイジも組み合わせることでアーチャークイーンのギリッギリのスキルを、はいはい、使わせない動きに出ました。うん、レイジランバージャッククラスのレイジでした。残っているインフェルドラゴン HP は十分にある。警戒するためのロイヤルホグ、攻めながら守るハンダーミール選手、まあ、ファイアボールを使ったのでダメージが入りますが、パンドラ選手はカウンターを選択しています。ランバージャックが先行します。アーチャックにターゲットを奪いながらアーチャックで削る、変わるタイミングのカルマリフション、宝石を使う、マジカーじゃ大砲突破できるか。レイジ乗った、レイジの道を広げた、つなげたが入らない。面白い攻めでした。いや今のも文句を端前で止めてラムライダーからミール選手、はい、大砲で処理してきました。リードはミール選手が掴んでいます。これ回転力的にはミール選手の方が速いのでクイック削りが、そうですね、ただやっぱりこの文句陣に形を組むと絶対に止められないので、はい、うん、こうですね、残っています。マジックアーチャー残るとね、この大砲も削りがしやすくなります。いやー、ただマジックアーチャーをクイックでも飛ばせるタイプにしておくによって、まあ、攻めさせない動きを取ってきました。ファイアボール削ります。ラムの攻撃でゴブリン追加ダメージを抑えました。まあここを抜いていく、でもまだリードはミール選手、レイジのマジカチャ受けるロイヤルホグ、ラムの完封が難しいのでダメージリード再びミール選手が取っていくんですが、はい、ここの防衛次第ですね。綺麗に止まっています。文句が残ってこれ再びアタック仕掛けていくか。インフェンドラゴンも残っている。マジアチャクロークでマジアチャ攻撃かわしました、いやーユニットが残ってますね。レイジで道を作ってインフェンドラゴン、インドラゴン怖いぞ。ゴブリンでインドラターゲットを奪います。マジカーチャーを使って対砲の突破狙う。ラムの1枚残っている。スランバージャックレイジ落としてラムの攻撃入らなかった。耐えてますね。あれ守ったよ文句、でもまだ攻める、攻めの手は緩めない。タモンが反射される。タモンターゲットは文句、ラムライダーウッドノックパックで時間を作る。あーいやー送らせて、守れるの。ただまだもまだまだだぞ、止まらないよ。まだ行くか。ダブルレイジラムはノックパックを抑えた。ファイアボールの削り1200、守り抜いたミール、タイブレイク、なんと4盾達成です。先方で、いや最高の最後に4盾決めました。これうますぎでしょ。いやけど胸張ってよこれは。いやこれうますぎました今の最後。これやばいよ今の。あのずっとだってモンクラム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 っていう、あの耐えちゃいけないとこ耐える、あの王の資質を、ね、持ってましたね。あれ大砲使ってウッド使ってでアースクエイクも使ってそうそうデリバリーでしたね。抑えて時間も稼ぎながらあの攻めを止め続ける。しかもパンドラ選手の神技デッキですよ、うん、しかもレイジとかの詰め方もありましたし、めちゃくちゃうまかったっすね。最後の1分の防衛やばかったですもんね、はい、3倍タイム。さすがやっぱ得意デッキ、はいね、枯渇デッキもそうですけど、うん、このアチャクイブデッキも得意って言ってたので、さすがのさばきでしたね。ね、あれワンミスしたら即、本当っすよ、即もうタワーに全部来てたんで、あのアースクエイクで遅延をかけて守るっていうのは痺れましたね、あれ。しびれました。ということで、ミーグ選手など先方で4盾、今大会2人目の4盾ですね。スター発掘だとミーグ選手初めての。ミーグ選手ね、ぜひ覚えてください。これね、覚えなきゃいかんよ、はい、これから CR 出てくるんだから。この後ね、ツイッターでも多分ツイート本人すると思うので、うん、アカウントリツイートしておくので皆さんフォローもぜひお願いします、うん。